せいさん、なんで俺呼んだ？酒飲んで泥酔してる俺。大丈夫。せいさん、久しぶりだったから。大丈夫ですか？久しぶりだったから。大丈夫？こっち。こっちかな、こっちか。こっちだったもん、多分。こっちだっけ？あ、ここここ。あ、いいです。着いた。多分、もう大丈夫かな。あ、絶対二人で帰ってね、うん、置いていかんといてよ、うん、はい、ゲロ吐くんやろ、優しい、大丈夫です、持ってて、優しい、あ、これ気持ち悪くなったら家やから、あ、優しい、はい、どうぞ、バーチャル切るよ、バーチャル、はい、ゲロ吐くんやろ、お邪魔します、暗いな、せいじさん、こっちに座って、私のカメラでごめんね、せいじさんの方が下座になっちゃった。暗いな、なんか。あ、わかった。ちょっと明るくしてくれ。明るくするよ。あ、ちょっと待って。はい。あ、いいね、いいね。うん。はい、せいじさん。ここどこ？ここ？せいじさんこっち。ほら、これね。うん。セブンさんこっちだって。そう。多いっすか？うん。だからせいじさんは、あの、うん、椅子じゃないと死んでるよ。どうした？これダメだって。ダメだって。え、ちょっと待って。わからんかった。境目がわからんくて。ダメどういうこと？ちゃんとダメ。何があいつが。どういうこと？ダメだ。脱いで、脱いで、脱いで。何を脱ぐの？サンダル。え？ダメだって。家か。家だってこれ。ちょっと、マジでやばくない？マジで。やばい。ちょっとあんなセブンディアの前からって海外ぶってんじゃんぞ、お前。ダメだって。しょうもないわ。脱いで、脱いで、脱いで。しょうもないわ。わかるじゃんこれ、玄関マットこれ。わからんもん、そんなさ、分かるさ、お前らの感覚と俺のか海外だから。何しんやねん。アメリカ生まれだから。ダメだって。あ、そうだ。知らんよ。ほんまにアメリカ人、アメリカ育ちな。ハーブよ。もう許したからさっさと見たい。来た来た来た。来た早く。ほんまに。お母さん、しょうもないな。怒るで。怒るで。スリッパ欲しい？え、ちゃうて、これセイジさんの靴やろ、お前さ、そう、俺のやつね、すいません、ごめんなさい、俺、怒るで、ほらお前さ、それ誰が掃除すると思ってほら、すいません、一回はわざとやらんやつ、ね、舐めてんねん、ね、お前しょうもない、わかんねえ、セブンさん、それわかんねえねえ、当たり前やろ、当たり前やんね、お前、この製造しろ、そこに、すいません、お前すみませんねえ、うん、怒るで、高級中華料理じゃん、あですね、うん、中華料理や、ほんまに中華、腹立つわ、久しぶりやし、あんまり仲良くないことを自覚しろよ、うん、お前は、そうだね、セブン、え、仲いいんでしょ、でもめちゃくちゃ仲いいっすね、仲いいんでしょ、仲いい自覚全くない、うん、え、一人で家に入れへんぐらい仲良くないの、あ、ね、そうそう、じゃあ充電して、これは何が、ちょっと充電して、あ、充電ね、うん、充電なんなんこいつ、ちょ、酔っ払ってない今、ちょ、充電して、お前よ、酔っ払って、お前、させよ、キシュイってことじゃん、お前がちょキシュイってことじゃん、酔っ払ってるから、ごめんね、マジでキモいよ、疲れてんだよ、あ、皆さん、やれや、酔っ払ってるからさ、なんなんこいつ、お前がいつもなんなんだ、お前帰れよ、帰るわけねえだろ、いやいやいや、来たばっかりやん、お前帰れ、帰るわけねえだろ、お前こっちにキャス絶対帰らんぞ、お前来れ、お前枠切れよ、二度と帰るわけねえ、まあ、ここ配信バーちゃうねん、お前枠切れ、お前が呼んだんだろ、まあ、呼んでないし、セイジが呼んだのか、いや、相田さんが来てもいいよって、来てもいいよって、いや、お前一人やったら入れてないから、来てもいいよって、ほんまにしょうがない、二人だから入れてくれたでしょ、そうや、結果入れてくれたやん、セイジさんに感謝しろよ、ありがとうございます、セイジさん落ち着いてマジで、落ち着いてマジで、うん、ほんまにしょうもないわ、ほんまに、うん、あれやで、知ってる、お茶とかねえの、うん、喉がいいね、どっちがいい、セイジさん、ほうじ茶か緑茶かジャスミン、ジャスミン、ジャスミンやった、うん、ジャスミンはダメ、ジャスミンがいい、で、自分は俺、水、タバコ、水、うん、あれ、冷たい水、あれ、紙タバコだっけ、セブンさんって吸わんよ、俺タバコな、そうね、吸わんでしょ、タバコな、紙タバコダメだよ、ここ紙タバコいいの、ここいいよ、あ、いいんだって、うん、ええ、紙タバコ、え、セブンがすんの、セブンさんが、お前我慢しろよ、お前は無理、俺はアイコスだ、お前は無理です、お前我慢して、お前のためにあの灰皿用意するの気分悪いから、お前は無理、ほんで謝れよ、お前最初にごめんなさい、そうやろ、すいませんでした、誰の家に靴履いて上がってきて、灰皿さん、そうやろ、ほんでお前偉そうに物言うてるやろ、はい、謝ったか、ちゃんと、すいませんでした、もうちょっと私に偉そうな口聞くな、はい、分かったな、はい、あ、
優しい。ライターとかあります。ライターそこにあるやろ。謝れへんのかな。誰？あ、セブンさん。セブンさん謝ってちゃんと。いや土下座とかやめてな、バード。いやいや土下座しないっす。もうほんまに見てるし、私さ、はい、私ほんまに失礼な人間とか無理やねん、はい、次なんかやったら帰らすで自分、はい、なあ、分かったらいいわ、うっすほんまだと立ち膝、立ち膝、うん、いいよ、なんか忍者みたいやんか、立ち膝ほんまに私あの配信歴とか全然関係ないぞと、ここ私の家やしな、こうしちゃった、立ち膝なんだ、ごめんなさい、はい、酒飲んじゃっててすいません、ほんまに酒飲まれるんやったら飲むなで、そうなんですよね、でもストレス溜まってるからね、そう、なんかその僕姉さんに相談したくて、何酒になんか流れちゃう人なんですよ、でも知ってるよ、すごい大事な人は大事で守りたくて、姉さんもめっちゃ好きなんですけど、そうごめんなさい、なんか無駄に料理作るわ、うん、いいっすか、はい、料理行きますのだ、行くか、せや、料理移して、うん、ちょっと行ってくる、せや、料理のうん、これ買って、うん、これも本当にいっぱい包装立てちゃってるんだけど、うん、いろんなとこ見て楽しい、まあそう、サンマトだね、ちょっとこれ、うん、してみて、あの、入り最悪やな、あいつ、あ、まあね、まあ、ええわ、うん、まあ、セブン仲直りしようや、お前な、そうですね、うん、何作るんだっけ、春巻きと春巻きと酢豚、いける、うん、さすがやな、うん、悪いね、いきなり作ってもらって、うん、麻婆春雨を中に入れるってこと、それね、めっちゃ美味しいねんで、あ、そう、うん、簡単ですっごい美味しくて、うん、そう、いとこのおばちゃんが開発してるけど、うん、めっちゃ美味しいから簡単やしな、長谷園の麻婆春雨、うん、これ先に冷まさなあかん、冷まさなあかん、うん、じゃないと包まれ、あ、手で包むんだ、あ、これでね、あ、そう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 、へ、自分の自分で包む、いや、いいよ、大丈夫、うん、最近もあれってさ、すごいじゃん、ふわっちがね、なんでなん、あんな知らん、みんな相沢、相沢ってね、私をエヴァにしたいで言うと、うん、私を、うん、何アカウント、エヴァにできひんからアカウント消させようとしてた昨日のやつら気持ち悪かったよね、誰が、なんてやつ、ね、女の子ら、何リスナーの、なんて名前も忘れた、興味ないもん、そんな、まな板めっちゃ多いな、まな板多い、ね、あのそのまま、うん、あのストックできるから、ああね、そうそうそう、ありやす、うぐらさんやす、作らせて、こっちは酢豚の材料な、あーね、うん、うん、パプリカ、うん、キンバラです、電話来てる、誰から、嘘、ちょっと待って、誰やる、シジさんに、俺かな、私やったら音楽になる、いやちょっと誰出れないね、これ誰の、いやこの人、この人電話出れない、ちょっと、あー、いいんじゃん、出ていいの、いいよ、なんかいらんこと言いそうやわ、なんかもう、うん、まあいいんじゃん、なんかさ粘着されてるやん、いいよ、出ていい、なんか相沢さんのなんか文句言いそうだわ、なんか喧嘩しに来たんじゃないんだ、これ電話できない、これまあ別にいいっすけどね、パパ、はい、あのさ、うん、そのカッパリ、カッパに対してね、だカッパって誰、セブンさんに対する、うん、ね、ものの言い方がね、うん、聞いてられんって、みんなが、
うん、あの鶏やったらさ、セブンさんが三半身だけ長くてすごい大手ってこと分かってないよ。うるせえなバラ、お前黙ってるやん。あいつさんの飯食いっとるやん。あ、セブンさんがいいって言ってる。うん、あいつさんが飯食って作ってくれたんじゃん。守ってくれてるわ。せいちゃんさ、うん、逆張りしてるわ。お前さ、こりゃあいつはこりゃお前さ、いくげんじゃこりゃ。あいつさんが家に招いてくれて、お前ら一時な、銭稼ぎするね、これぶち飛ばすでね、これリリー。セブンさんに対してさ、失礼やなと思って。失礼なことねえだろ、家まで招いもらって。お前俺のこと家に招けんのか。逆張りしてるわ、お前これ。ダメです、香川さん以外出る気にしてる。気持ち悪いババやで。ほんまいい。お、すげえな。セブンさんちょっと好きな、好きになった、うん、っあいつさんめっちゃいい。ポイント稼いだ、ポイント稼いだ、このおじさん。あいつさんめちゃくちゃいいぞ。ポイント稼いだよ、マジで。そっち、そっち行ったか。あいつさんめちゃくちゃいい人やね。うん、さすがやで。うん、まくそリリーとか。いやいや、なんかまさかのね、相沢を擁護、うんうん、内指で水分飛ばしてから、うん、タレ絡めるか。あ、どうぞ。こっち、ここ、はい、え、トイレ、トイレ持ってくれよ、持ってくれよ。めちゃくちゃ綺麗ですね。綺麗よ。うわ、うん、あ、映した、おちんちん映したらあかんで。最強だな。みんな守ってくれ。